このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。入場料がさ結構かかるから、それは払ってあげるから。いいな。Yes. Hello. Ashley of Pickles. はい、皆さんお疲れ様です、今日はですね、長男の誕生日で、前から行ったことないから行ってみたいってずっと言われてて、で彼のガールフレンドが猫すごい好きなんですね。でじゃあまあおごってあげるよということでキャットカフェに来たんですけれども、1回目に何気なくうちの夫とね、私実は来てるんですね。でその時は朝早かったんですよ。開店と同時に入ったんです。なので私ともう一組ぐらいしかお客さんがいなくって、猫が本当にもうリラックスした状態で最高にいい環境だったんですよ。だからそのイメージがあったもんで、今回お寝坊さんのね、こう彼らと一緒に行くとやっぱ午後になっちゃうわけですよ。そしたらですね、もう満席で猫が全然出てこない。まず猫ってうるさいところ嫌いなので出てきやしないということで、ほとんどねお茶してても遠目に猫がそこにいるねぐらいの感じで、遊ぶこともできなかったし、まず本当に 2,3 種類の猫しか見えないという感じの状況でした。まあね、賛否両論ありましょうが、猫さんたちは飼い主がいなくなっちゃった猫さんとかいろんな事情があってここに来て、私たちがこのキャットカフェに来ることによって、そのお金で彼らが幸せに生きれればいいんじゃないかという考えで私たちは来たんですけれどもね、この状況だとちょっとかわいそうだなっていう気がしました。1回目の時は本当にこんなに空いてるんだね、そしてこんなに猫が幸せそうにこんなにたくさんいるんだねっていうことで感動したんですけれどもね、奥の方に行かないともう猫とは遊べないというような状況でしたね。あとは前回来た時には覚えていない猫しかいなかったですね。いつだったかな、もう1年以上前だと思うんですよね。だからもらわれていったりとか、ここから里親に出る子たちもいるんじゃないですかね。はい、このように一番奥の部屋に通されまして、でここからはもう猫が遠目には見えるんですが、こっちには一切来ないという状況で、奇跡的にこの子猫ちゃんが来てくれてすごい嬉しかったんですけど、一瞬であっちに行ってしまいました。一応ランチもできるし、飲み物もすごくたくさん種類あるんですけど、まあ、こういうとこでね、食べ物とかの質に期待しちゃいけないので、とりあえず飲み物だけにしようよってことで、私はチャイラテを頼んで、で息子たちがミルクシェイク頼んだんですけど、粉のミルクシェイクの素がスーパーに売ってるんですけど、あれと同じ味だとか言ってもすごい文句言われて、猫も全然来ないので、一体猫はどこだと、もう全員で文句ブーブー垂れながら、結局飲み物飲み終わってもすぐに出ましたね。
ちなみに猫のご飯も買うことができて、席であげたりとかもできるんですけど、我々はしませんでしたね。で、まあ猫ちゃんたちでも全員すごいヘルシーな感じだし、決してその不健康そうな猫もいないし、ものすごくストレスを感じてそうな猫も、もともとそういう子は出てこないので、人懐っこいだけが外に出てるっていう感じの状況でした。やっぱりね、こうやってちっちゃい子が多いんですよね。でこの子はね、引っかかれソロになってましたよ、ほら。はい、でもまあ物は経験ということでね、一度行ってみたかったと息子たちは言ってましたのでね、これで気が済んだでしょう。はい、ということでお家に帰ってきまして、今回のバースデーケーキはくるみとコーヒーのケーキになります。このケーキのリクエスト率結構高いですね。旦那さんもこれ今まで4回ぐらいリクエストしてきて、で今回は長男もどのケーキにするって言ったらこれをリクエストしてきました。今回はですね、甘いものを控えている私とベーキングが大好きなのにそれができない私のストレス発散になりましたね。でこういう誕生日とか大きなイベントごとがない限りはもうケーキは焼かないよって言って宣言したんですね、この間。まあ、それでもたまに焼いちゃうんですけど、クッキーとかで、まあ、自分は一口だけ食べて家族が食べるみたいなこともあるんですが、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー。もうね、以前は週に3回ぐらいいろいろ焼いてたような気がするんでね、もうほんとそれに比べたらもうシーズンに1回か2回みたいな感じで自分を制限しておりますので、ケーキ作りがもうとても楽しかったです。今のところ、子育てをし始めてからみんなもう大人になっていますけれども、1回も誕生日ケーキを焼かなかったことはないような気がします。1回あったかな、買ってきたこともあったけど、それ以外は全員の分を毎回焼いていて、で会えなかったこともないんですね、今まで。でもこれからはきっと出てくるんでしょうね。もうみんな大人ですし、みんなで全員で集まれないことも今後は出てくるのかなと思うので、できるうちに精一杯楽しんでおきたいですよね。このくるみとコーヒーのケーキはバタークリームで、ちょっとお腹にもたれる日本人にとってはでも美味しいので、レシピ動画も以前出してると思うので、検索してみてください。検索の仕方はね、私のチャンネルに行きますよね。そうするとタブでビデオっていうのがあると思うので、ビデオとかプレイリストとかいろいろこうタブがあるんですね。でそのビデオをクリックして、そうすると検索するところが出てくるので、そこにタイプすると何でも探せるようになっているので、もし知らなかったらその方法を試すと、あの動画見たかったけどどこに行ったんだっけっていう、場合はそこで検索していただくと出てくると思うので、これだったら、まあ、くるみとコーヒーのケーキとかね、でケーキで検索して探してもいいし、そういう風にして見てみてください。見ての通りね、このようにね、もう5人いるだけでもカオスなのに、彼女が来たりとか友達とか知り合いが参加するとさらにカオスが増すんですね。で子供たちが大きくなっていって自活していったら、どんどんこういうのが楽になるのかなと思ったんですけど、そのホリデーシーズンとか休みの時ってもっとひどいことになるっていうことが分かってきて、でみんなパートナーとか友達とかを連れてくるから、もっとさらに膨らんでいくんですよね。でそれで料理の仕事をしていたこともあったりとか、こうやっていつも料理の発信をしていたりすると、いろんな人にこういうことがすごく大好きでいつでもできるって思われるんですけど、結構それって違くって、例えば料理家さんとか見てても、料理家さんだからできるんだろうって思われがちなんですけど、普通にごく一般の人間なので疲れるし、一人でそんなにたくさんできるわけもなく、なのでお手柔らかにっていう感じなんですけど、すごい期待されちゃったりとか、でそういうのがあるんで、でも今のところも家族だけでも手一杯の時期に突入しちゃっているので、めったに友達とかを呼べなくなったのが、まあ、寂しいっちゃ寂しいけれども、もうとにかくいっぱいいっぱいですね。だからですね、私が今回イギリスに来た時は40になりたての頃だったと思うんですけど、でその時に義理のお母さんがクリスマス最初の年だけみんなで祝って、その次の年から別々にしてくれるって言ってきた時にすっごいショックだったんですね。寂しいなと思ったし、その時ぐらいいいじゃんって思ったりしたんですけど、
今自分がその年になってみると、その年っていうかもうちょっと私の方が若いかな、そうで思うとなんかしょうがなかったかなって思ったりもしますね。彼女にとってはこんなにたくさん人がドヤドヤ来られて、でうち3人もいるから全員で5人で押しかけることになるわけじゃないですか。でそれが生まれた頃からずっとだったらまだしも、いきなり帰ってきて途中からなので、多分それも辛かったんだろうなと、なんか分かるようになってきました。はい、まあ何はともあれですね、みんなこうやって健康にまた集まれたことにはとっても感謝でございます。あとね、この日はイースターホリデー中なんですね、実はこの映像。なので春休みなので必ず、彼の誕生日の時にはみんな集まれるんですよね。だからラッキーですね。ちなみに誕生日で言うとね、末っ子の三男の誕生日はクリスマスの直後なので、それがちょっとかわいそう。みんなテンション低いっていうか、もうお金使い切ってて、なんか買うものとかもあんまり思い込まないし、本人もクリスマスでもらって生きてて遊んでるから、それで全然もう欲しいものとか聞いても思いつかないっていうね、そういうことがあるので、で私の誕生日も割とクリスマスに近い、クリスマスの直前なんですよ。今回はね、前々から計画してガールフレンドも一緒に来ることが分かっていたので、外にご飯に食べには連れて行けないけど、なんか作るから好きなもの何がいいって言ってリクエストを聞いたら、チキン南蛮っていうことだったので、タルタルソースとチキン南蛮、チキンの甘酢と、コールスローを作って大量に作りまして、また給食のおばさんって感じでしたけれども、みんなで美味しくいただきました。喜んでもらって良かったです。残ったコーヒー飲んだら、あとフルーツ食べて、ちょっと買い物行くかもしれないかな。そう、じゃあいただきます。ワークのテイストアンドする、まあすぐではないけど、これからやらなきゃって。そう、頑張ってね。図書館行きな、ね、あと運動。 Is it cold? Yeah, it's really cold last night. It wasn't. あんたの部屋に寝てると気がつかないね。 Yeah, it's just the bed. When I watched the UFC, I was getting a lot colder before. Oh, okay. Big temperature difference, weirdly.Normally when I watch the UFC at night, I need to wear like multiple layers by the end, it's that cold. But it's not the peak of winter, you know, so... Yeah, well, my last night I just... You're okay. This and I didn't need anything else. Got you.この日はですね、春休み最終日で、次男がもうこのまま大学に帰る、送っていく日の朝ごはんなんですけど、ちょっと今の会話にも出てきたように、もうなんか下で末っ子が UFC ってちょっと格闘技があるんですけど、それを夜に見るんですね。でその時はもうすごい寒くて寒くて、洋服を何重にも着なきゃいけないんだよみたいな話を今してたんですけど、これ春休みでもう4月の中旬ぐらいなのに、それでもこんな会話をしているぐらいすっごい寒かったんですね。で今5月じゃないですか。で5月でもやっとあったかい日が週に3回あればいいっていう感じ でちょっと前に夏日が来たんですけど、また今日から暖房をつけなきゃいけないぐらい家の中が寒くなりまして、今もう5月の下旬ですよね。もうほんとそんな感じのイギリスの天気なんですね。で雨もすごく多くて、でやっと晴れが来たと思って、うち今家の外壁をペイントしてるんですけど、それが1日できたらまた次の日絶対雨が降るっていう、その繰り返しで、でお願いしたのが去年の10月なんですけど、現在もう何ヶ月経ってます、8ヶ月ぐらい経ってやっとやってもらったのにもかかわらず、1日やったらもう次の日雨で、でまた1週間待って晴れの日
でまた昨日やってもらったんだけど、また今日から雨ということで、また次は、金曜日かな、多分来てくれると思うんですけど、そんな感じで連続で工事もできないですし、もう天気に関しては本当にヘドが出るほど最悪の、今までないぐらい最悪の 1,2 年っていう感じですね。日本でもね、アメリカでもいろんな Vlog とかを見ていると、天気が異常だっていう話はすごいよくいろんな各国で聞くのでね、あのイギリスだけじゃないんでしょうけれども、あの特にもともと天気があんまり良くない国なので、さらにそれが悪くなっているっていう感じですね。はい、こちらの映像は一体何をやっているかと言いますと、旦那さんがインヘーラー中です。このオルバスオイルって皆さんご存知ですか？花粉症とか鼻が詰まりやすい人におすすめなんですけど、あのスースーしたあの成分が中に入っていて、ハーブですね、いろいろそれの濃縮された液体が入っていて、お湯を張ってそこに数滴垂らして、あのようにタオルを巻いてあのベイプするんですね。そこであの息を数波数波ゆっくりして、そうするとすごい症状が改善されるというハーバルレメディみたいな感じでおすすめです。はい、今回の料理の時間は豆腐白玉団子を作っていきたいと思います。海外に住んでいると無性に和菓子が食べたくなったりするし、今私は低脂肪ダイエットを結構長い間続けているから、こういったあのノンオイルのお菓子だったら全然食べてるんですね。もう朝昼晩としっかりご飯も食べているし、あのおやつも朝の10時と昼あの午後の3時に食べてるんですね。それでも本当に緩やかに体重が減っているので、あのこういうお菓子はもう作っておいて、いつでもどうしても食べたくなった時に食べれるように用意してるんですね。で白玉はねちょっと硬くなっちゃうので作り置きできなくて、その日にしか食べれないんですけど、まあ、とにかく団子とかもちもちしたものが大好きなので、これはすごくおすすめ。しかも豆腐が入るのでタンパク質も取れるし、すごい美味しい。なので皆さんもぜひやってみてね。白玉粉を 100g ほどボウルに入れて、豆腐全部入れちゃいます。このように1パックすべて入れました。そしてこのように練っていきますね。それでね、あの水がちょっと必要だなと思ったら少しずつ足していくっていう感じでやってみてください。まあ、白玉粉はそのメーカーによっても違うので、お水をほんとちょっとずつ足していって、耳たぶぐらいの硬さってよく言いますけれども、あの手に つかなくなるぐらいまで練って、それで茹でればそんなに失敗することはないので、ちょっとお水入れすぎたなと思ったら粉を足して調節すればいいし、あの手につかなくなって団子にできるような状態っていう感じで覚えておくといいと思います。はい、ここからちょっと豆腐だけだとやっぱり粉っぽさが目立ったので、お水を少しずつ足しながら練っていきます。はい、滑らかになるまでこね終わったら、適当なサイズにちぎってボール状にしていきます。途中でお湯を沸かし始めます。ボール状に成形した後に真ん中を指で押して、あのいわゆる白玉団子みたいな形にするのもいいんですけど、今回はなんかお団子っぽい感じで楽しみたかったので、まん丸のまんま茹でました。それでもちゃんと浮いてくるまで茹でてあげれば全然問題ないです。氷水を用意しておいて、茹で上がった団子をじゃんじゃん入れていって冷やしたら出来上がりです。あー、なんでこんな美味しいの。ちょっとあんこもうやめるわ。これだけだったらさ、お砂糖入ってないじゃん。Well, why don't you just save the anko that you just put in instead of putting it all on one? Because I feel guilty. You put it all in one anko instead of sharing, keeping it for like all. いいな。お砂糖だけでも美味しい。はい、末っ子が学校から帰ってきまして、以前白あんを作った時にあの3分の1だけ冷凍しといたんですね。でそれを解凍したのがあったので、白あんにつけて食べたり、シンプルにラカントをかけて食べたりとか、メープルシロップとか蜂蜜をちょっと垂らして食べたりとかしてたら止まらなくなっちゃって、2人でもう20個ずつぐらい食べてしまいました。まあ言ってもね、和菓子だしノンオイルなのでそんなに太らないし、もうとにかくこのもちもちつるつるの食感が止まらなくって本当に美味しかったです。皆さんもぜひやってみてね。
はい、混ぜるだけなんですけど、一晩置くとこのようにプディングのように固まるので、そしたらもう出来上がりで、この上に脳脂肪のヨーグルトをかけたりとかしても美味しいし、バナナとかフルーツでトッピングしても美味しいけど、このままでももう十分本当に美味しいですね。あのおやつになります。ケーキとかちょっとお菓子、甘いもの食べたいなっていう時にこれを作っておくと、もう気持ちが収まるので、すごいおすすめだし、何よりすごいヘルシー。きな粉とバニラ味 の、 あの豆乳ときな粉とオートミール、要するにそれしか入っていないので、もうね、すっごい体にもいいし、便通にもいいし、めちゃくちゃおすすめのおやつです。うまっ。これがチョコレート味で、これもすごく美味しいです。はい、また今日も縫ったものを紹介したいと思います。これはロングコートなんですけど、ここに紐を通せて、紐もあるんだけどちょっと今ないんだけどね、ここに紐をループ通しがついてて、ここに紐を通してこういう風に絞ってこうやって着たりもできるんですけど、普段はもうこういう風に紐なしで着ることが多いです。これは生地は以前アンティークショップの紹介のビデオを作った時に、フレンチリネンが売っているお店があるんだよっていうのを紹介したと思うんだけど、そのお店で結構 2,3 メートルあったんじゃないかな、リネンが売っていて、アンティークフレンチリネンだから割と値段はそんなに、でも30ポンドぐらいだったかな、買ってきて、でそれをおろして切って作ったんですね。でフレンチリネンなのですごい分厚くて、めちゃくちゃ質のいいリネンで、割とあったかいんですよ、この薄手なんだけど。なのでこの季節に中にちょっと分厚い服を着ればすごいちょうどいいんですね。でやっとイギリスあったかくなってきて、やっと春が来たっていう感じで、日本ではもう暑くなってるのかなと思うんですけど、こっちではやっと春の兆しっていう感じなんですね。だからやっとコートなしでこういうので出かけられる日が続いてるんですね。なんか嬉しくて早速洗濯して着ています。このパターンはですね、これです。これはなんていう会社、これカットパターン、切り離してすぐに簡単ソーイングって書いてある。このパターン買ったのはもうすごく前なので、どこで買ったのかも覚えてないんですけど、ずっとタンスの奥で眠っていて、で縫ったのがだいたい2年前ぐらいだったと思うんですけど、はい、すっごい簡単、もう本当に何時間かでできるの で、 でパターンもこう切り点線の通りに切り外して裁断しないでもいいの、書き写したりしないでもいいし、ワンサイズなので、そうだからこれすごいおすすめ、めちゃくちゃ縫いやすいです。でこの通りにブルーで縫いたくなって、このフレンチリネンを買ったんですけども、赤とかでも可愛いかな、と思います。でね、このパターンにはポケットついてなかったんですけど、自分でポケットをつけました。ポケットの付け方とかも YouTube で検索したらいっぱい出てくるから、でちょっとね下目につけすぎたなっていう反省点はあるものの満足しています。でこの裏地をね、可愛い花柄とかにするとまたアクセントになって可愛いんですよね。でここをねブロックプリントとかにしてもすごい可愛い。そうでね、こういう状態のまま手持ちのある椅子にバンって腰掛けてビリってここ破っちゃったんで、でなんだっけ、そうダーニングをして、そしたら可愛い、さらにワンポイントになって、そうだから破れたら可愛くなるチャンスっていう感じですよね、洋服が。お直しをするとオリジナルでまたワン&オンリーになるので、世界に一つのこういうね模様ができるのでね。これは3本糸を取って緑の糸と青い糸でダーニングしました。めちゃくちゃ適当にやって、それでもね可愛いですよね。はい、ということで今日は
このリネンのコートの縫い物を紹介しました。はい、今日もいろんな動画を取りまとめてブログにしてみましたけれども、皆さん最後までありがとうございました。また次の動画でね。バイバイ。